We are Uri。 はい、こんばんは、竹下敦です。ハッピーバースデーマーク。マーク・パビダス選手との、思い出は、日本で、行われた、DD インターナショナルの時に、彼と同じヒートを走りまして、彼やっぱすごく速かったです。それ世界チャンピオンなんで、すごく速かったんですが、私がですね、高速コーナーでマークを奇跡的にパッシングしまして、多分マークは人生の中で高速コーナーで自分が抜かれたことはないんじゃないかと思うんですが、やったマーク・ファビュラス抜いたと思いまして、しかしですね、その後、自分が一番、当日レイアウト変更になったんで、みんなイコールコンディションなんですけど、自分が一番得意なのはヘアピンだなと思ったところで、家にグイッて入ってきまして、そのままだと俺のことプッシングするぜと思ったら、クラッと向きを変えてズバッとそのまま加速されて、私も長いことラジコやってますけど、ヘアピンでインク刺されたのは初めてだったんで、やっぱアソシのレースっていうのはすごいんだなと思いました。その時にね、初めてその世界レベルのドライバーとすごくいいバトルができたっていうのがね、すごく思い出に残ってます。多分彼の思い出にも残ってると思います。改めてハッピーバースデーマーク。また会える時があったらとてもいいなと思います。それでは竹下敦史でした。